こんにちは。ラインメール青森フォワード背番号30番阿部奏人です。今日は皆様からいただいた質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。若い選手がたくさんいてチームの雰囲気がとてもいいです。サッカーを始めたきっかけは兄の影響が大きいです。プレーの特徴は縦への推進力と前線でのポストプレーです。目標にしている選手はズラタン・イブラヒモビッチ選手で、同じフォワードとして、すごい余裕を持ってプレーしているところがすごいかっこいいと思ったからです。プライベートでよく海に行くので、青森市の海がすごい好きです。学生時代の思い出はプレミアリーグで戦っていたことで、理由は今の自分があるのはその一つ一つの試合で自分が頑張っていたからだと思います。よく聴く曲は、チャンピオンズリーグのテーマの曲で、それを聴いていつも試合に臨んでいます。好きなバラードはバックナンバーの水平線で、高校3年生の時に夏のインターハイが中止となってしまい、その時によく聴いていたからです。宝物は高校時代に履いていたスパイクで、理由は、そのスパイクでインターハイで全国3位になったからです。仲のいい選手は平井俊介で、よく一緒にご飯とか行ったりします。今シーズンは自分の怪我で少し復帰は厳しいんですが、来シーズンは自分の得点でチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。いつも応援していただきありがとうございます。皆様の応援が僕たちの力になっています。これからも自分たちは勝ち進んでいきますので、応援よろしくお願いします。9月25日日曜日、新青森県総合運動公園球技場で FC 丸安岡崎との試合があります。J リーグ昇格に向けて全員が力を合わせて戦っていきますので、応援よろしくお願いします。